まもなく、ゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。あー、やだなもう。オカミ、ほんま嫌。 占いで出て地神見しよっかな。強気で言ったらさ、なんか、強気で言ったらなんか不当って言われるんだよな。でも弱腰で言ったら弱腰って言われるんだよな。 かな完全にねさっきは8のヘイトを皮まいとしてたからな <laughs> 難しいねえ朝が来ました面がえら昨夜は誰も死にませんでした強く言ったら怒られちゃうの 2>, 2番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます占い師です1番さんがシロです 一番さんが白出てます。把握お願いします。えー、っと、そうだな。一番ってかって感じなんだけど、えっと、できれば、狩人さんは2周目、霊能師は1週目に出てきてほしいなって思います。えー、1週目に出てきてほしい理由っていうのは、私の番で、なんか、なんかもう混乱するのが嫌だからです。はい。狩人さんに関しては、えっと、ニグッチョブを起こさない限り、えっと、まあ縄は増えないし、 それだったら、えっと、占い値を狭めたいので、私は出てきてほしいなと思ってる。今日のうちに出てきてほしいなと思ってます。<laughs> ただ、まあ、盤面が出揃ってから、まあ、それはまあ、2周目が15週、1週でいくか <laughs>。はい。それでは3ん、3週目の強腰でもない。 のプレイヤーは発言してください,ださいはい三枚吉沢ちゃんですよろしくお願いします二番さんが一番さん白は把握です、まあ、占い師さんしかいないんで特段偽要素とか新要素っていうのはなかったなと思います、まあ、一つ言えることっていうのは ででもないです私個人のアドバイスなのであれなんですけど、まあ、2番、さんその位置だから2周目あなたが支持すればいいのになって思ったくらいですかね、まあ、これで世要素が取れるもんじゃないと思ってるんで2週目精査したいいと思います私からの進行論は後半位置に仮に陣害が固まってた場合って投票誘導されると思っているので自分の意思で投票は入れてほしいなって思うかな。 〇〇さんが言ってたからとかじゃなくて自分で決めた位置自分が発言してなんで変わったかを次の日言えたらもっといいなと思ってますね。私もそれに添えるよう頑張ります以上です。4番のプレイヤーは,は発言してください。しさいはい、必要ないです。えっと2番さんに関しては、まあ、ちょっとシンっぽいなってフィーリングで思いました。ちょっとまだ対抗出てないんで分かんないんですけど。 まあ、スタート位置でやだなとかっていう発言だとか、まあ、言ってることも特におかしいことは拾えてないからちょっと若干の新感情拾えたかなって思ってるけどあの女の子ってなんか平気でそういうこと新っぽいことで言うから <laughs> 女の子のなんかそういう新感情はあんま信用しないようにしてるんで <laughs> ただまあ普通に精査してる新感情かなって思いましたで3番さんは2に突っ込んだのは俺は別にどっちでもいいと思ってる けど3番さんっていうのは、まあ、発言力ありそうだから2周目精査でいいかなと思ってますね。3番さんからもまあ黒要素は拾えてない。でも俺は2に引っかかるとかなかったかなって思ってる。5番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い師です。3番さんがランダムで白でした。3番さんが白把握お願いします。まあ、役職についてなんですけど、僕は霊能は1周目に出てほしいかなと思ってます。 まあ、二目でもいいんだけど、多分、盤面確定させた方が村の精査がしやすいかなと思うからですね。で、あと、狩人に関してなんですけど、僕は狩人も結構出てほしいと思っているタイプなんで、まあ、グレーツ目盤面ならもちろん出てほしいし、二二番面でも出てほしいと思ってます。まあ、潜伏が、まあ、ありかなと思うのは三一番面ぐらいですかね。というところ。えっと、まあ、四番さんなんだけど、自視点からはなんか若干引っかか,かりはしたかな。四番 <laughs>。 2番がフィーリングでシンプいうん。<laughs> 10 4番が結構分からない位置だなと思ったかな。まあ、2周目の精査にもよるけど、それだけで2番の新要素みたいなのを拾うっていうのはね、あんまり分かんないですね、僕は。はい、以上です。6番のプレイヤーは発言してくださいランダムで2番さんが白はい。なんで、えっ、ー、と、ワンチャンね、2番さん、霊能すらあるんじゃないかなって思ってます。もしくはカりすら。はい。なんで、えーまあ、でもこのまま、えー あこのままっていうか、多分2番がすらしちゃもしなくても5番は人狼めちゃめちゃ硬いと思います。はい。あのー、まあ、2番さんが村であることを願ってって感じかな。うん。だから、あのー、西郎が分かってるから2番を、あの、真っていう、まあ、真ではないんだけど、あの、ま、村目って言った4番さんはあ割と分かってんだなって。 でそこに対して真っ先に5番あの黒塗りしに行ったでしょ。それちょっとおかしくねえかって,言って、うん。だからまあ、みんなには分かってもらえると思うけど、はいまあ、今日ゴズリからもう間違いなく黒を打ちます以上。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい。まあ5番は4番に黒塗りをしているように俺は見えなかったけどね。 うーんまあ、すらがあるかない,いかはまあ、今はどうでもいいかなと。今は参照の場面なんで、参照の話すると、俺は情報釣りは嫌いなんで、えっと、一番偽っぽい占い師から釣りますね。はい。一番偽っぽい占い師から釣りますね。情報釣りだけ嫌いなんで。まあ、どうなんだろう。でも、まあ正直、 グレシサキちゃんと何とも言えんかなって思うかな。6はちょっとね、なんか引っかかったけど、5番へんの。5番は別に4に黒塗りしてないからって思う。あと,あと3のなんか、2は2、な周か指種すればいいのにって何を指示すればよかったって思ったから、別に答えなくてはい,いけない。 8番のプレイヤーは発言してくださそうですねえー、っとそうですねまあ、えー、3仕様で、まあ、盤面がどう動くかっていうのがまだ分かんないので、えーまあ、2週目かなっていうふうに思ってます、えー、でそうですねまあ進行論なんですけどもえー、っとそうですねまあ,あの60秒間、えー、しっかりと喋、えー、っていきたいなっていうふうに思ってます えまあ村の方たちにも同様で、えっ、ー、と、そのなんか、情報をしっかりと村全体で落とすっていう雰囲気がすごい大切だと思うので、オオカミだと、やっぱりボロとかもすごい長く喋ってると出るのかなっていうふうに思ってますので、しっかりと村目線で情報を落として精査していきたいなっていうふうに思ってます、えー、9番さん。 9番のプレイヤーは発言してくださいじゃあ8番さんもっと情報落としてよって思いましたねもちろんなんか精査あったんじゃないかなと思いますね、えっと6番さんはまあなんかスライド前提で話してたけどスライドなかった場合って4番さんはどう映ったんだろうっていうのが気になりますねスライドなかったら5番さんと同じような感じだったんじゃない まあただ、5番さんは4番さんに近かったけど、まあ、4番さん自身が多分ね、まあ、雑なフィーリングって話もしてるし、女の子はなんか信用しないみたいな話してるし、まあ、4番さん自身がなんかね、対抗を出てきたら叩かれるだろうなと思ってただろうから、うん。叩かれて、叩かれるのは自然って思うんじゃないってことで6番さん不当だなって思いましたね。延長なしだっけまあ、いや、まず2周目話します。 1> 1番のプレイヤーは発言してくださいまあそうですねスライドありそうな匂いはするんですけどあんま好きじゃないんですよねスライドをする人まあこのまま3仕様だった場合に情報釣りだったら5番か2番釣ろうかなって思ってて6は釣らないですね今日は6番ってあの偽だった場合に強銃はないかなって思ってるんですよね わざわざ3人目で出て、盤面壊して、占い師に白移って、結構オオカミに迷惑かけてるんで、6の強人はキャンセルかな。で、えっと、9番さんが6番さんが4番さんに何も言ってなかったみたいな言ってたけど、6番さんは4番さんいいんじゃないみたいな感じで言ってました。言ってねえよ、何も言ってねえとか。か自分の白先である2番さんに対して村要素を拾ってたから、4番いいんじゃないみたいなこと言ってましたね。 このままだったら2か5釣ります。2番のプレイヤーは発言してください。うーんすらないですよ、私。<laughs> じゃこのまま3しようっていう手で話を進めていきますね。ええは。えっと、そうだな、実施点4。えっとね、6ローの5強陣で置いてます。で、4は、4と6のラインはないかなって思ってるし、4番さんって、 仮に占い師が後半で出てくる、狼で出てくるんだったら、2の、二をこんな雑に死んでおく必要っていうのは全然なくて。うーん、だから正直その6度のラインは4は一番ないかなって思ってますね。うーん、で、8番はその位置で進行論を述べるっていう、マジでムラりのないうーん。困ったね。同性差もできないねって感じ。 9番さんは結構納得できる部分はあったかな。その4番さんが一番分かってるだろうけどっていう発言はまあそ、まあ、村から見たらそう見えるか。どこが死んで見えてなかったかっていう話では9番さんの4番さんへの見方っていうのはしっくりくるんじゃないかな。うーん。でまあ3番さんは2周目。特段なんか気になるところもなく。7番さん。 7番さんはあんまり記憶に残ってないのな何か言ってたかな2周目グレー精査聞いて精査するって言ってたからっていう感じかなうん現状ねちょっと精査難しいよねただ61、まあ、番さんが言ってた通り6が強靭で出てくるメリットっていうのはないと思ってるから6ローで置いてます、まあ、4とのラインはないかなって思ってるくらいかな 実施点9番さんが一番言ってることは納得できたと思ってますはい以上3番のプレイヤーは発言してくださいはいそうですね現状2番さんでいいかなっては思ってますねまあ、それよりかは6番さんの話先にするんですけど6番さんって4番に対していい精査を落としていたんですが6視点で二の白結構落ちてたにしろえっとスラが仮にあって2が村だった場合4番がプラス評価をしているから4番村。 ななのはおかしくないと6番さんって最低限で2番強人っていう視点があるかもしれないんだから6番さん視点で4プラス評価になるのは私には全く分からなかったんだけど4視点で2番が真に見えているから4がいいねは分かりませんね私は仮に、えっと、6番さん強靭、えっと、6番さん位置的に、えっと、狼がない、えっと、狼がない,がない強人がないっていう精査は分かるから6番さんする気はそもそもあんまりないんだけど仮にあと2番さんに対して、えっと、偽要素を拾ったから と思ったけど6番さんには気になる要素がありましたね。で、2番さんに対して気になった偽要素を拾ったのは、えっと6番、えっと、9番さんに対してプラス評価よりかは7番さんに対して拾えるんじゃないかなって思うんですけど。7番さんって、開口1番で6番が、えっと、えっと、なんだっけ、6番が5番が黒塗りしたいような動きをしていた、そのあなだけに関してはそれは不当じゃないか。えっと、5番って別に黒塗り したいようには自分は見えなかったから6の時は不当だと思うって言っているから2番3視点で評価が上がるのって9番よりかは7番だと思うかな、まあ、9番視点で4番の話をしている4番の話に触れたから9番の評価がいいなら分かるけど9番さんって4番の評価してたっけって思うんだけどな4番って何か言ってたっけみたいな話しなかっただからその話が整合性が取れてないなって思ったから2番さん何言ってるんだろうとシンプルに思ったかなって感じですかね はい、だから現状2番3釣りかなと思ってます。5番6番の話を聞いてからかなと思ってますけど、はい、以上です。4番のプレイヤーは発言して,言してください。はい、えっと、2番で気になったのは6、4の否定がちょっと早いかなって思ったとこかな、俺は。そこはちょっと気になったかな。まだ追ってもいいんじゃないって思うけど、<laughs> 2番してんだったらね。まあ、俺、狼じゃないから別に合ってんだけど、それはちょっと気になったかな。で、今日の釣りじゃ二2か5でいいかなと思って。 てるかな2か5でいいかなって思ってる。2の C もまだ切れないし、まあ、もし5で黒が落ちた場合っていうのは6が破綻するわけでしょ。5黒落ちたら6破綻で2進でしょ。2か5でまだ精査してもいいんじゃないかなって思ってる。6はまあ進路だとは思うからまあうん一応今日は残してもいいのかなと思うけど2攻めが上がりそうだったらまあ6釣りも考えるけど今んところ2か5かなって思ってます。 で、えっ、ー、と、グレーで、あんまり黒くないかなって思ったのは、キュートさんかなって思ってる。3番さんっていうのは、要素の拾い方が、まあ、ちょっと、まあ、若干村っぽいっていうか、まあ,あ、あいいなって思うとこがあるっていうのと、あと、俺、8番さんが、いきなりあの位置で進行論話し始めたときに <laughs>、そこで進行論喋るのと思って、進行論で終わっちゃったから、<laughs> 9番さんだったら8番さん、いろ落としてくださいよって言ってたのが、その通りだなって思ったから。 だから9番さん8にすぐ突っ込んだっていうのはまあ村の視点なのかなって思うし8番 <laughs>、8番さん進行論言わない方がいいよその位置であのグレー精査してほしいなって単純に思いました7番さんに関しては2周目でいいかなって思っててで2番さんの白先の1番さんに関してはえーっとね9番さんになんか引っかかる点があるとかって言ってたと思うんだけど9番っていうのは別に4がえーっと2をフィーリングでは 心っぽいなって言っただけでなんとなくで言ってうか殴られるの分かってんじゃない分かってたんじゃないのって4番もそんなに別にはっきり言ったわけじゃないんじゃないのって9番さん言いたかったと思ってるから俺は別にそこに違和感が覚えなかったから1とは視点違うかな5番のプレイヤーは発言してくださいはいえっとというかまずなんでこの30番面で進行が進んでるのかが全く分かんないんだけど例の <laughs> はなんで出ないのって思っちゃうえっと俺正直カリウドにも出てほしいんだけどまあカリウドは潜伏はまあ31番目なら許すとは言ってたから 例のは絶対出るべきだと思いますよ。まあ、精査をするんですけど、まあ、ほぼ 100%6 が狼かなっていうのは自視点からね。まあ、6番が強人で出る必要はないとは思ってるから、単純にね。えっと、だった場合っていうのは、今の発言から4番は狼じゃないのかなとは思ったかな。6狼で見た場合はね。64狼だった場合っていうのは、5釣りで破綻、6番が破綻するのを分かっている状況で、4番が5釣って、えっと、5黒だったら6が破綻って、 64狼だった場合っていうのは、自分を釣ったときに白で6番が破綻するっていう視点が分かっているのにもかかわらず、まあ、言ってることはむちゃくちゃなんだけど、えっと、<laughs> 4番さんに言うと、俺を釣って黒結果が出たとしたらね、仮にだよ。仮に出たとしたら6番破綻しないからね。って思うんだけど、64だった場合、その考察はしないかなって若干思っちゃったかなって印象。で、7番はね、単純に新勝がいいかな、実視点からは。えっと、6番が、 と俺が4番に対して違和感を覚えたところに6番が俺オカミで大きい4番が相方じゃないという精査を残している中で7番が,えっと 5, 番が4番に5番は4番に叩いていないよっていうのは自主点は7が結構いい心象がいいかなと思ったただ67オカミだった場合ってえっと6番が2番に白ろ打っていることから5番釣りだった場合絶対に破綻するから あまあ、情報釣りをしないっていうのは、地地点から村要素にもなり得るし、狼要素にもなり得るから、わ、まあ、かんないけど、心象はいいですね。まあ、8番に関しては単純に色がわからない位置。で、6番がなんで2番に白をって自分を狼位置に慕ってあげて釣り,を釣りを5番にかけようとしたのかって考えた場合っていうのは、2強1狼、6狼っていうのが見えるけど、まあ、安直かなと思ってるかな。あ、2番の偽をすると、2番視点っていうのは絶対五釣りから入った方がいい。えっと、釣りで白結果だった場合は、二番派。6番。 のプレイヤ番から言ってください。5番,ね、5番間違いなく黒で落ちるから。で、7だけ、えっ、ー、とね、叩いてないんじゃなくて、あの黒塗りをしてたんだよね。だから、あの言い方変えたら、黒を打つ準備をしてたんじゃないかって言っただけ。うん、いや、だからね、俺もうめちゃめちゃ7番さんの印象悪くて、あの、まあ、申し訳ないけど、あの7番以外の村人陣営はついてきてください。あの7番さん、村人陣営だとしてもついてこなくていいですって感じです。 はい、あのー、もう正直、あのー、多分ね、7番さんってもう思考ロックしてて、なんか人外表にしかならないから、無駄だとしてもいらないって感じ。うん、で、7が連ノだと思うんだけど、えと、あとは、ああ、まあそうだな、でもね、グレーでもめち,めちゃ、だってさ、あの、聞いて、4番さんのさ、2周目の発言聞いてさ、全然黒くなかったでしょ。で、5番さんももう言っちゃったじゃん。もう4番黒くないねって。うん、もうそれはそこなんだよね、結局。 あの今じゃあ、えっ、ー、と、グレー1で黒いところってどこって俺多分7か9だと思う。9番さんはなんかね、若干7番に便乗して俺を叩いてきたから、あのー、まあ、ラストルフチはここかなって思ってる。はい。だからね、うん、どうだろうな。あ、あと、あの、レイノード・カル間違いなく出てください。絶対。はい。 あのマジで、あの、狩人の仕事は、今日、カマレイチになること。はい。まあ、カマレイチになることと、例のを確実に守ること。で、村に結果を落とすこと。はい。やばいっすよ。あの、俺、新城しか落ちてないんで、あのーいや、マジで、かぶってもマジで知らんよ。本当に。マジで何やってんのって感じなんだけど。はぁ、あ、って感じっすね。はい。もう、絶対5番からいってね。 ああマジで出てこいよって7番のプレイヤーは発言してください,ださいはい <laughs> まあ出る分には僕も賛成ですねその出ろっていう意見にはね7だ、はい、と思うなあれのでもここまで来て出ないんだらもう出ないんじゃない知らんけど <laughs> 僕はに関してはあなたがちゃんと話を聞いてないのに僕に殴りを入れるのはめちゃくちゃ不当だと思います ただ、6番は5、5ローで見てるんだったら1は絶対にないと思うかな。か<や> 1>, 1は2個の欄を継承してるから、6目線5、ーで見てるなら1は確実にないかなって思いますね。はい。俺は3は結構村っぽいかなって感じてしまった。4と同じで考察が村っぽいかなっていう、なんか思ってしまったかな。理論とか言うより考察が。ただ、どうなんだろう。3番って、うーん。 でも、多分九9番は4番に対してなんか触れてたから、9番はなんか、4番はなんかでも自分で、他対抗が出たら叩かれるの分かって言ってるやろみたいなことは9番確か言ってたような気がするかな。ただ9番塗ってる6の4殴りが太っていうのはあんまりしっくりこなかったかな。6番って4殴ってたっけって思って、6番って5番黒るでしょっていう、5番は 4, 4番に黒塗りしているから5番黒いでしょっていう提唱してたように俺は聞こえたんだけど。 6番が4番を殴っていたとは俺全然思ってないからそこがよくわからないかなと思って8番に関しては進行論のみなんでわからない、はい、って感じっすねはいされまくりなんやけどむ<ず>最近 <laughs> なんかンっぽい人があんまりいないかなって思いますねうんむずいなって思いますね ちょっと考えますね。一番。八番。めちゃくちゃにそされる。のプレイヤーは発言がかりづらいのかな。えー、そうですね。なんかちょっと七番さんの息聞いててなんか私と違うなって思ったのが、私なんかその占い師みんな新っぽく見えちゃうんですよね。これなんか同じ人いないですかね。なんか。 そう、でも、その中で、まあ、もちろん順位付けをするとすれば、やっぱり6番さんが一番真なのかなとは思ってしまう盤面上ともいい、盤面的にもそうだし、まあ、そうですね。で、<口>あとグレーでは4番さんがすごい白いかなって、1周目、2周目とも思いました、えーで。そう、だから、あの、しても、その、っぽく見えるからこそ3人とも、あの、ああ、 そうですね芯をつっちゃうのが本当に怖いですね今日うんでもやっぱりこの盤面5番さんから行くかなっていうふうには思ってます以上です九、ね、番 <laughs> のプレイヤーは発言してください8番さん全然情報落とさんやん理由は盤面上だけ4が白いかった理由は情報全然落とさんやんと思いますね捏造が2つあってえっとまず1番さんから、えっと、6番は4に対して何も言ってないって言ってたけどって言われましたけど私は言いました 6, 6は、えっと、2のスライドを前提で話してたけど結局4 えっと、スライドがなかっったた場合4ののとはどう思う思てて話をてまししまそれが7番さんからも熱動されたんだけどえっと6は4殴ってないって言ったけど私も殴ってないと思いますよだって5番さんに指摘してるでしょ不当って。こうねだから6番は結局スライドありの前提で話してたんじゃないの4への精査は。と思ったところだね えー、8が、なんかよくわかんない。1は捏造。まあ3はね、そうね、白いね。すごい生産の仕方が村っぽいなと思いましたね。4りでしょ売らないな新規で進行がいいかな七7番ん初心って言ってたけど。えーと、なんだっけな。なんだっけなえっとね、 ああ5番さんが言ってたのか5番3視点えっとじゃあ2番さん視点5釣りの方がいいはずって言ったんだけど2番さんは結局46はないしか言ってなかったし霊能の,の話もしてなかったよなもうシーン全然取りに来てる感じしないんだよなところかな56はうーん割といい分いい分ぐらいかなに釣りてんじゃない1番 のプレイヤーは発言してくださいうんそっかグレー私7番さん黒いと思ってたんだけど霊能なのかな。思いましたねうんで34がねあんま白くあちょちょ黒くないと思ってて4が狩りでしょってなるとまあ私視点は3白で置いたら89どっちかに その精査はまあ占いは結果を見たいと思ってるんだけどだまあ情報釣りだったら私5番かなって思うんだけどだって5番が、まあ、例の結果が落ちる前提で話すけど5番が白だった場合って6が破綻するじゃないですか62でえー、っとそうそうどっちか黒になるから6破綻して 2, な2番の白もまだ終えるし 5番でうわふわだった。だから5番釣りが、まあ情報釣りとしては5番釣りが一番かなって思うんだけど。どうだろう。うん。だから私は5番に入れますけどね。5番の色でその占いのこの内訳が見えてくると思っているから。うーん。で、グレーがね、そこまでまだ分かってなくて。 申し訳ないんだけど、バ、まあ、番さんに関しても、まあ、私、捏造してたこと、ごめんなさいって <laughs> 思ったぐらいで、様子が落ちてないんですよね、正直。だから5番図って、その色をまあ、見てって感じが、私はいいと思ってますね。うん。かな他はうん。ないかな現状入れること、これぐらいですね。もっとないか。はい。 めてくださいそこなんか LINE 見られそうだったから怖いかなと思って。えっとって言ってたうんって。それオオカミ確かにめちゃくちゃ言ってる気がするな。5番のプレイヤーが選ばれました。 5番のプレイヤーは発言してください。まあ、盤面上、それで投票するのは仕方ないけど、何の精査もしてないなと思ったよ。発言を聞いていてね。えっと、僕の発言覚えてますか ?6 番狼で考えた時の4番と7番が否定できるかなってめちゃめちゃ合ってんじゃんと思ったし、64はないと思ったし、67狼も時点からはあんまり見づらいっていう発言を残してたからね。えっと、もう一回言うと67狼だった場合っていうのは自分を釣って6番が破綻する盤面だから。 えっと、だった、あ違う。んあ、そう、6七女で自主点、えっと、5番をつって破綻する盤面で、6番がわざわざそういう盤面にしているのにもかかわらず、7番が5番と6番の精査で、6番が5番に対して挙げていた狼要予想を7番自身が否定,し否定していたからあんまり見えなかったっていう発言ね。えっとね、いや、微妙。野 <laughs> 球9ではない気がする。6 9ではないかな。この投票を見る限りね。あ、でも6 9だった場合、自主点、明日僕の白が見えるから、 つな、まあ、がるかもしれないけど、投票だけ見ると9番ではない気がする。まあ、1か8かなと思うんだけど、8番も1番も、えっと、情報釣りっていうだけで自分に投票しているから、てか1番が村だった場合に思うんだけど、1番視点っていうのは自分の釣って白結果が出て、6番が破断するっていう盤面だから、そうなったとき、明日の自分の、えっと、5番の色で占いを精査するって言ってるんだけど、えっと、6番が破断して、1番視点っていうのは2か5が真っていう主張になるから、えっと、 1>, 1番視点2番を真で置いた場合っていうのは1番自身に白が刺さっている場面だから1番視点の客観グレー幅っていうのは389の3人で1番が俺を真と置いてえっと明日ねだった場合でも1から見た視点っていうのは3番にしか白が刺さっていないから89っていう視点になるから1番がそれだけで5番を釣り下すのは結構狼かなと思ってしまうよえっと6番がなんで2番に白を打ったかって考えた場合っていうのはえっと2強人1狼っていうのが6番視点で透けて だからこそ芯を釣りに行ったように打ってるように見えるからね、実践から。はい、夜が来ましたどっちかもかな。通らんかった瞬間終わりだな。 76かな。いやあの人生無理だけど 3CO でクロストップでしょ。フレーズ目。釣り。釣り2釣り。1との勝負か。 朝が来ました。昨夜死んだのは六番、七番のプレイヤーは発言して,言してください。はい。じゃあキつって終わらんかったら二番が <laughs> うーん。これニキシン。 うん。9つりでいいよね。5、6<ケ>、黒だから、まあ<ケ>、あるんじゃない ?5、9。単純だけど。<laughs> まあ、なんか5番は6番ローで提唱したけど、6番ローで占いにしろつく図があんまり見えへんかったから、あまり占いの星座がついてなかったから、そこの要素で5番に投票したら黒でした。6番、狼で、 占いにしろ、つめッとって、2番の境地につけてる時だけやから、そんな発言せずやってきんから、ま、こう行きました。6紙。ま、9つって、9つった後これどうすればいいの終わらんかったら、これって多分俺を別に噛む必要ないから、ま、7回、ま、多分4噛んだとして、9で四で、 につって俺噛まれて、9で終わらんかった場合、8、1、3のグレで殴り合いかなって思いますね。でも俺一番、そうなったら8じゃないかなって俺は思うけどね。一番が狼やったら俺も6と1しか俺ないと思うんだよね。多分。って思ってた昨日ね。5、1って2、いやないな。1狼ないよ、多分。 2強5ローバスケッチ25のラウェア1はないで38で精査すればいいと思う38だったら8かなって思いますね3が村っぽいから、まあ、これ9で終わらんかった時やけど終わらんかった時の制作すればいいと思ってる終わらんかったら8やっと思ってるだから9にまで連れ切って精査すればいい1は絶対つかんでいいと思う8番のプレイヤーは発言してください カッチなんじゃないかっていうレベルなんですけども、どうなんですかねなんかだって。あ、そっか。でもわかんないか。2番さんこのまま釣って、で、あの、あれですよね。2級つ釣り切って、そしたらそっか。あそうですね。グレー生産なんのか、最後。いや、私はあれですよ。あの、村なんで、あのー、そうなると1番さんもしくは3番さんのどっちか。 を釣っていただければ、まあ、村は勝てるんじゃないかなっていう風に思ってますあ。どうなんですかね。でも、いまいちちょっとピンとこない部分はあるんですけれども、まあ、でも、九番さんはねあの、今日釣るしかない感じですかね。以上です。九番のプレイヤーは発言してください。全く私を釣る進行がよくわかんないんだけど、昨日五を釣ってる時点でさ、割と6。 僕を芯で見てるっていう進行なんじゃないの ?2 番さんのことどう思ってんだろう ?7 番さん、8番さんは。終わんなかったらとかじゃなくて終わんないんですけどって感じでもったいなさすぎない、釣り縄が2の芯を追って私釣るんだったら全然いいんだけど2の芯ってどこに拾える要素があったんだろう 私は昨日2位に投票したのはもう単純に新規利進行だね。情報釣りってのがあんま好きじゃないから考え方の違いかなってとこですね。5番さんも特になんか新規入れ要素なかったかなと思ったから。2番さん明確に、えっとなんだっけ、狩ウドはあの初週にさ、狩ウドは2週目、霊能は1週目に出てきてって話してたのに結局2週目は全く触れなかったからね。狼ミリがある行為をしてるかなと思ったから。 ま,したね、まあ、クロストップするんだったら、グレー詰めでいいんじゃない ?1 番3釣りで、いけない <laughs>、えー、?8 番3って、占い師全員シーンっぽい、6が一番シーン、盤面上、4が白い、理由なしだよ。これで、私釣られるの、納得いかないんだけど、単純に。かなぁ。 まあなんか私に黒いさがあるなら言ってほしいけど、まあ、5に投票しなかったっていうのは受け付けないかな。単純に考え方の違いだと思うし、私の番,番で、うん、まあ普通に5釣りってわざわざ流れ変える必要ないからね。8いきましょう。1番のプレイヤーは発言してください。いや、今日は9さを釣ります。えっと、<laughs> ロストででででグレー釣り飲飲めるっていうのであれば9番さんも釣りを飲んもをしいですね理由はいくつかあるんだけど2番さんの破綻が見えるのと56で1前回釣れてるから9番さんも釣りを飲んでほしいですで9番さんで終わらなかったら2番さんが破綻するんですよ2番さん目線って56に1匹と9番さんだからだから今日は9番さんを釣る で、終わんなかったら2番さんを釣って、256で二人が釣れている状況になって、うんまあ、で、最終日381の殴り合いっていう感じですね。だから村は今日9番さん統一ですね。私の白い朝をあげるけど、あの、みんなの流れを断ち切って、5番さんを釣りをめちゃくちゃ押したことですね。昨日。断ち切ってないけどな。みんな2番さんとか、 に票が流れてる人もいたけど、そこで私が情報釣り、情報釣りって言って、5番っていう相方をわざわざ釣りをすかっていうところを見てほしいですね。7番さんはちゃんと気づいてくれてたけど。ねうん、かな、うん。だから59か、えー、っと5番さんの初日囲いの、まあ、53もあるかもしれないですし、まあ、58かもしれないですし、みたいな。 感じかな。うん。今日はなんか9番さん釣ってはなかったら、明日2番さん釣りかなって感じです。2>, 2番のプレイヤーは発言してください,、はい。昨日の段階で9番を白く見ていたのにもかかわらず9番を占った理由について話したいと思います。えー、私は38は結構弾いたっていう考え方で、3番さんっていうのは。 私はあの段階だったら6が狼やと思っとったから63だった場合えっとに3番がわざわざ気になったって言って6に対してあの発言するとは思えなくてあと3番さんが私に対してえっと7のが印象良くなるんじゃないのみたいな感じで言われたのあ,あ確かにって <laughs> ちょっと思っちゃって3番は白いなって思って弾きました8番さんに関しては えっとね、占い師をどこを新芽で見るのかっていうのを発言したから、まあ、正直8か9で悩んだんだけど、9番さんっていうのは新切り進行っていうので2として、2とは言ったけど、確か5、6の精査はあのどっちが新芽で見えてるのかっていうのは多分言ってなかったと思うんだよね。2>, 新進行ね2を狼で見たのか、<laughs> 狂人で見たのかっていうのすらおかしてなかったから、<laughs> 8番は理由は薄いけどどこが新目っていうのをちゃんと上げたっていう差で9番占ったら9番で黒が出たかなはい9番で100%終わるんで9番さん釣ってほしいですね確か言えませんね <laughs> うんくらいかな占い理由はそんな感じですあずはか5で黒が落ちるとは思ってなくてまあ6かんだのも多分6番さんが7級で怪しんでたから 占われると思ったんじゃないんですかねうく、ん、らいかな私9番さんで、ね、終わるんでまあ、絶対100%終わるから9番さんに投票してくださいよろしくお願いします以上3番のプレイヤーは発言してくださいまあまあそうですねまあ理的強靭はどっちなのか って感じですよね、まあ、6番さんは2番さんに白を仮に強人だった場合白を指す握手強人なのか2番さんがここの盤面で黒を出した強人なのかって感じじゃないって私ずっと話聞いてたんですけどじゃあ仮に9番さんがオオカミじゃなかったら私1番さんもあるかなって思うぐらいずる賢い話をするんですけど。 1>, 1番さんがなんで5番1番仮にねじゃあ1番5番のローーで2強の世界線だった時って1番3って確定で6番のシーンをかみ抜けるから全然別に白要素ではなかったなって発言聞いて思ってましたけどね <laughs> だって1号ローロを2強の世界線で2番に囲われている1番3って2番からの占いも刺さらなければえっと黒5箱もないから別にかみ抜けて正解なんじゃないですかって思ったから。 仮にね、9番さんで終わらなかった、1番さんを釣りそうなぐらい私は逆に理論でいろいろ考えてました。あと、理的強授はどっちなのかっていうのを考えてました。理的強授って言ってる人でも9で終わると思ってんじ、ね、ゃん。4番のプレイヤーは発言してください。えーっと、今日は9番さん釣ります。九番さん,、うん、昨日までの単体精査で言ったら8ときを比べたときに9番さんの方が圧倒的にまあ、 村村っっぽいいかかななとは思ったんんだけど8番さんの村要素がまあ全く拾えてないからでも9番さん,んのもしだあの村だったらちょっと申し訳ないんだけどここはもう村としては9つって終わんなかったら2っていうのが安定だし9番さんもし村だったらえっ、ー、と自分つって確実に終わんないんで明日につってくださいつって3八の精査。 に関してもうちょっと細かく伸ばしてほしかったかなっていうのが正直なところです、ね。無理だろう8の、8、八グレーツルで8でもいいんじゃないっ,って考えは、まあ、ヒューマさん村だったら分かるんだけど、だったらもうちょっと3、8の予想としてほしかったかなっていうところかな。うーん。俺、1はね、外してもいいと思ってる。申スで9釣るって言ってんのに。5に釣り誘導する意味ないよね。3番さんは確実に6、6噛み抜けるって言ってたけど、 5一だった場合って別に9番さんが2いきたがってたから別に誘導する意味ってあんまなかったかまあ白くなるっていうのはあんのか、うん、3 8精査でいいと思うけどな終わんなかったら5が5が1が2つった場合どうなるんだろう1が2つった場合に6は破綻しなくて2の白が落ちるよねだから2の芯も終える状況になるからそしたら1番 がもし狼だったらね2っつって2の白が落ちれば真落ちたのかなって思わせることもできるからだからやっぱり一番視点5に誘導する意味って全くないと思ってるから3番さんの今日の精査はちょっと違うかなって思うかなそうですよね5っつって黒だったらもう確実に5の偽が発見するけどそうだよね妊娠妊娠追いで最後まで進めば1は有利になるから,から1はやっぱり除外していいと思ってる 投票を始めてくださいい違違う私じゃありまません何かのの間違いですがた番プレイヤーが選ばれましたゲーム終了。 うわっ村人の勝ちです。マジやばー <noise> 強靭一値まで分かってたはず、わらじゃないんだよな、3>, 3番さん。 あれ、三番さん聞こえる耳腐るんで黙っといてください <laughs> <laughs> あ、まあ、いいや、じゃあ二番さんに説明するわあのね、二番さんが占いで出てきて、あの五番の発言聞いたときにあれ、あの五番の方が圧倒的に、はい、あの発言強かったじゃんだから多分このまま村進行したらああ絶対合心進行で、二番の新規であの村が進行してたと思って でなんかね五番さんの発言なんか話し方であれちょっとこれ絶対見せちゃうって思ったから俺はにえっと白打って五番を釣らしたもうただそれだけでえっと九九のあ皆さんの大事な時間を待ってることお分かりですかえねねねねあの負けてないですよねいや勝ったから勝ったから許されてる自覚をしてください時間がもったいないので進めてください。 で、えっ、ー、と、9番さん、<laughs> あのね、もうぶっちゃけ、あの、生き残ったらあの9クロ準備までしてたし、あの、強人1、8まで分かったから、ちょっと今回人が弱すぎたね。で、8番視点でさ、なんだっけ、そうそう、録画に入った時に多分8番視点でなんでって思ったと思うすごーい。じゃあ、あの、えんとね、 うん、いやい,い、いもう別に嵐だって思ってくれてもいいんだけど、あの、多分俺が出なかったら村は負けてた。あの、2番の発言がめちゃめちゃ弱くて、5番の発言が強すぎたから、多分負けてたと思うよ。いや、5番さん、9番さんすいません。本当にに訳分かんなくなっちゃって、いやでもそうなんですよね。っ面がい ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いや、9番さんさ、黒要素っていうかもう、黒要素の塊でしかないよ。てか、むしろ、あの38、381、三八一がまあ優秀だったから、村で。あ、まあ、8番さん強人だったけど、8番さんもな,なかなか釣られないような発言してたから。8番さんが強人だったら、多分5釣りしかないから、進行正しいですよ。多分、8番目線っていうのは6号狼に見えてるはずだからね。いや、8視点だったら6号狼ですね。 6人狼だから多分6神入ってえってなってたはん。6人六人狼なんかないですよ。6人狼なんかないよ。だって6番が2番にしろって5釣りしたばいって6番らして俺にしろ結果なんだから6人だったら釣り切られて終わるからね。え8視点で6人,6人狼しかないよ。5吊りよ。8視点で。<laughs> 6人狼だったら新郎郎で勝てないですよ、絶対的に。じゃ8視点でじゃあどこが新郎、えどこが新郎だと思った ?6 号でしょだから。 もう6号だと思ってましただから、霊能で出ようか迷ったんですけども、も分かんなすぎて、とりあえず出なかったんです。ああ、そういうことかあ、6号視点もあるか、6号でローローの逃がしっていうか、ああ、そのパターンもあるな。いや、でもさ、八番さんの挙取り方的にさ、もう、2、6、2、6じゃないとも、もうだって、ついつま合わないじゃん、あの盤面で。 6番さんが2番さんに白出してたんで26はないのかなって思っててだからもうなんかよく分かんなくなってたんですよリアはいんのかなと思ってました正解あそうそう多分でそういう視点になるしあのもし仮にあの占いローラーもし釣られなくて <laughs> あの占いローラーになった場合ってあのえっ、ー、と人狼視点であの最終位置で強人が死んでるって思ってるから強人使用したところで通用しないんですよね いや、一応、釣<や>らないよ。まあでも、確かに動きは強かったんですけど、僕が死んだったらブチ切れてましたからね。誰誰誰が死<は>んあ、五番さんあ、ちょっと五番さんね、あのー、なんだろうな、なんかね、やっぱ俺、うまいからさ、感じちゃうんだよね。<ー>その発言っていうか、イントネーション、なんか言葉のあの雰囲気でさ、あ、この人、人狼だなって。 分かっっちゃってそうで9番さんの黒要素ね、うん、そう結局グレー精査してないって何だっけ9番ってさなんか6番に対してグレー精査してないって言ってたけど9番も全部ブーメランで帰ってきたしあのー、まあ投票結果もそうだよね号泣で2投票してる、うん、あの村視点で絶対5釣りなんだってでそこでもう2釣り、えー、2番投票してるっていう時点で もう多分逃れれないと思いました確かに悔しいんでまあ5番釣って黒結果落ちたらもうあと2番とあのー、占い結果を合わしていくだけなんで6番さんでも五白だったらどうするつもりだったんですかあの占い結果いやば五白はないと思ったなもういやいやいや <laughs> <laughs> ま,あまあまあ強い <laughs> 確かに強いですけど あの <laughs> 結構危ないかなで,えで逆に、えー、と僕が出なくて、えー、2番と5番の占い精査を皆さんしてたら絶対5番んだって追ってなかったですかいや俺はフィーリング精査で2んだったから <laughs> そうそういやだって発言強いのは明らかに5番さんだったからまだ <laughs> やってんの8番さんには理解できない話をしてるから別に8番さん聞かなくていいよ まあ、理解したくもないですけどね。まあ、正直僕めっちゃ2番強人に見えましたもん。<laughs> いや、2番さんは優秀だったよ。占い位置はさすがだなって思った。あと、村が強かったね。8番さんも白かったしね。吉沢ちゃんも。まあ、感謝しないよ。勝てたのは私のおかげかもしれないから。<laughs> いや、8番さんのもう村のおかげであれは。 もう見てたよバトってくれる ?7 番さんと6かで 1> 1番さん。もっと見たいんだ。あの7番さんに聞きたいんですけど、俺、なんかすげえ白く見られたから、かまれちになっちゃうから、もう出たんだけど、俺出なかったら出なかったっすかあ出なかったっすねそ。それって強いんですかねいや、別に、なんか、え絶対俺かまれないと思ったから、まあ別に俺裏われてもいいかなと思ってて、録画にしたら俺にどうするか,打つんかなって思ってたから。 4が出なかったら7、7は噛む気まんまでしたよ。あ、マジではい、もう潜伏霊の決まったーって思ってる人が霊のだろうなと思ってたから、1 0 0七噛んでましたね、<laughs> 出なかったら。ほら、だから5番と9番だあのスキル、プレイヤースキルがもうめちゃめちゃ高いから。 ああ俺、俺、あそこまで白置きされてなかったら、二人とも出なかったら65へ入ってたかもしれないですね。ああ、それはそれでありだけど、まあいや、でも絶対もう、狩人狩人と霊能はが出る。<laughs> <laughs> いや<ー>え。でも6番ってさ、5番の偽、わかってたって言ったらさ、 例えばさ番、次の日に4番噛まれたとしてさ、5番連れて、急に黒を移して全くなくない。だって5黒出たら妊進進行始まるから、詰めれば確実に勝てるくない。んどういうこと ?5 黒えっと、2番が1番にしろ結果を持ってて、例えば6番がムラサラしたとして4番、4番が噛まれて、グレーが3番、9番、8番やから、まあ、6番も入れてね。例えば6番をムラサラしたから、つったとして、でも、 2日目に2番の結果が1つ落ちてるから、えー、398の中に1つ結果が落ちててグレーが2人やから例えば2日目6番釣って護衛を2番に寄せてその2人のどっちかをなったら勝ち確じゃないそうそうそうあのご苦労だからご苦労であればあのスラでもいい <laughs> す,ごすぎあの2番が黒出したらそこに黒顔してもどっちでもいい <laughs> 5番釣れた時点で勝ちいいよねそうそうそう あ、六番さんか。<laughs> いや、別に皆さんバカではない。本当ね。やりますか。いや。う、え、ん、ー、多分みんなが、多分僕とやりたくないと思ってるんで。はい、あの、解散します。